こんにちは。都市と郊外の成り立ちについてやっていきましょう。お願いします。まずは流通の拠点になった商業都市についてです。大阪市内には材木町や河原山町など材木河原といった生産品の名前を付けた地名が見られます。また、現在の広島県東部の旧国名であるビンゴという名前や 現在の徳島県の旧国名である阿波という名前がついたビンゴ町や阿波座など旧国名をつけた地名も見られるんです。淀川から枝分かれした運河が市の中心部にまで流れ込み、かつては水運も盛んでした。これらはかつての大阪が各地の物産を集めて売り買いをする 流通の拠点だったことの名残なんです。もう歴史でもやったので皆さんご存知かと思いますが、江戸時代大阪は天下の台所と呼ばれ、いろいろな場所から特産品や物が集まってきていたんでした。明治時代にかけて日本を代表する商業都市に発展しました。そして第二次世界大戦後になると、 本社を東京に移す大阪の企業も現れました。しかし、今でも大阪市内には、特定の商品を扱う、問屋街が形成され、卸売の中心になっているんです。例えば、洋服や食器などを扱っている問屋街があります。ここで、問屋や卸売という言葉が出てきたので、 そちらについて少しだけ解説します。物を作った生産者から、私たち消費者に物が届くまで、どのような流通のシステムがあるのか知っていきましょう。まずは物を作った生産者から、卸売業者が商品を買い、ある一定の場所まで運びます。そして市場などで競りを行うことによって、小売業者に商品を売るんです。 生産者が一回一回小売業者に物を届けると大変なので、それを仲介する卸売業者という存在がいるんですね。現在では生産者がインターネットなどを使って小売業者に直接商品を売って届けるというシステムもあります。私たち消費者はスーパーマーケットなどの小売業者に商品を買いに行き、 生産者が作った商品を手に入れることができますよね。現在では生産者が直接私たち消費者にインターネットなどで商品を売ることも可能です。このように仲介役として卸売業者などが存在しています。間に人が入ってくれば来るほど、その分お金が加算されていくのはイメージできるかもしれません。さあ、これによって卸売、 問屋という言葉、理解できたでしょうか間に入ってきて商品を運んでくれたりする人たちを、卸売業者、そして問屋と言ったんです。続いて、私鉄に沿って広がった郊外についてです。大阪から兵庫にかけて、紅葉園や高等園、甲子園など、園と付く地名が多く見られます。六甲山のふもとのこれらの地域は、 大正時代から昭和時代にかけて民間の鉄道会社、いわゆる私鉄が中心になって住宅地として開発を進めた場所なんです近畿地方の私鉄は乗客を増やすためにさまざまな工夫をしてきました例えば温泉地として栄えていた有馬を保養地として開発したり宝塚に劇場、遊園地を作ったりして レジャー客を郊外に運んだりしたんです。沿線には通勤や通学客を増やすために、たくさんの住宅地を開発していきました。都市と郊外や近県各地を結ぶ鉄道の起点駅や終点駅であるターミナル駅には、施設が経営する百貨店を建設し、郊外から都心に買い物客を運びました。 このような住宅地と商業地、行落地を鉄道で結びつけた街づくりは、関東地方にも広がっております。今回はここまでです。お疲れ様でした。